こんばんは、千葉湾岸 TV でございます、今日もねアジ釣りに来たんですが、天気予報がね、曇りだったんですが、今霧雨ですね、今の時間はね、2時です、もうね早速ねやっていきたいと思います。30分ぐらいねやってるんだけど、隣の一番右隣の常連釣り師さんがアジをね1匹釣ったぐらいかな。でね、霧雨もねやまないですね。まあ粘り強くやるしかないかなってね、思っております。いやー、雨がね強くなってきてね、ちょっと車で待機ですよ今ね、3時8分ね、降らんって言ったんだけどな。もうね天気予報も当てになんない、まあ当てになんないのはねしょうがないんだけど、雲がねまあ暑くてね、分厚くてね空真っ暗なんですよ。だから闇層もねまあないのかなと思いつつで、今日ね曇りだったからカッパ持ってこなかったんですよ。それもね結構痛いかなってね、まあっていうかそのまあカッパ着てねやろうと思ってなかったんで、カッパはね全く意識してなかったっすね。ちょっと休憩してね、頑張ってみます。今ね4時半なんですが、ようやく1匹ですよ。4時半で1匹ですよ。ああ抜けちゃった。うんだよ。イワシだ。イワシだ、イワシ。はい、イワシ、ようやくね、イワシが来ましたよ。はい、結構ねあれからイワシがね連発しましてですね、今まあ魚屋状態ですよね、現地で開いとるということでございます。まあこの中にもね、まだ結構入ってるし、クーラーボックスにもね裂いたのが入ってるんですよ。ただね、
今回はね、あ、どうもで、今回はね、この城は僕は釣れてない。で、アジは一匹。今んとこね。もう、アジは来ないと思うけどね。ね、とにかくね、イワシを釣りまくります。今ね、7時半ぐらいですね。ぱったり止まっちゃいましたね。あたりがね。でね、まあ、超過。はい、ドン。ね、いません。なんでかっていうとね、もう裂いてね、手開きにしてしまっちゃったんですよ。でね、イワシはね、結構釣れたかな。イワシは、どうだろう、結構裂いたよ。で、まあ、家に帰ってね、まあ、みりん干しかなんかにね、しようかなと思ってます。でね、さっきね、まあ、これが、竿がね、ぐんとしなったんでね、上げて、ここのね、手前で、ポチャンと落ちたんですが、まあ、この城はね、数枚上がってたかな、他でも。もう足はね、本当に数える程度、ね、僕のいる左右でね、10匹上がったか上がんないかぐらいですね。本当にね、どうでしょう、アジどっか行っちゃったみたいなね、感じです。